皆さんこんにちは。元海上自衛官の大見敦子です。今日は敬礼についてのお話をします。皆さん、敬礼というとこんなイメージはありませんか？実はこの敬礼、帽子をかぶっている時にしかやらない敬礼になります。では、帽子をかぶっていない時はどのような敬礼をするかというと、このようにお辞儀をする敬礼になります。ちなみに、ヘルメットは帽子扱いになりますので、こちらの敬礼になります。